はい、皆さんこんにちは、貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回はロイヤルミントから発行されましたゴチッククラウンのポートレート、2021年2オンスの、ゴールドプルーフコイン、これについてご紹介したいと思います。いわゆるゴチッククラウンの復刻版の金貨になるわけですけども、はい、大変美しいコインとなっております。こちらの特徴はプレーンエッジと呼ばれるもので、ギザが入ってないですね。ちょっと分かりにくいと思いますけど、ギザが入ってないというところがまあポイントになるわけなんですね。で、女王様の姿はもう完璧というふうになっております。ちょっとね、ゴミがついてるように見えますけど、これはカプセルについてるだけなので、特段大きな傷ももちろんないし完璧だと思います。で、こちらプレーンエッジと呼ばれるもので、枚数としてはですね125枚発行なんですよ。マックスで131枚とはなってますけども、まあ、125枚しかないものになります。 62.42g、 2オンスですよね。で、ジョディ・クラークと、まあ、ウィリアム・ワイのワイオンのデザインですね、こちらを組み合わせた形になっておりましてね、なかなかこのポートレートのプレーンエッジ持ってる方はそんなに多くないと思います。125枚しかありませんから、そんなに多くないと思いますし、これはいわゆるそのロイヤルミントのまあお得意様になった人で買えるというものですからね。もし定価で買おうと思ったら、だからそんなに簡単に持ってる人は多くはないとは思うんですが、まあ、今回偶然入手ができまして、で購入に至ったという状況になっております。こちらもね、ちょっと鑑定にね、これから出していきたいと思っておりますのでね、まあ、もちろんファーストリリースとかそんなのつきませんけども、おそらく70つくんじゃないかなと思いますので、鑑定に出してみたいと思います。貴重なものとかね、いろいろね入手したらできる限り動画に残していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。